ハーブその山ふもと駅の上風の丘中間駅の上、ハーブ園山頂駅の下駅の位置。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。神戸布引きロープウェイは、兵庫県神戸市中央区の新神戸から四津木山にかかるロープウェイである。四津木山よりも布引きハーブ園へ向かうためのロープウェイとして知られている。改修工事前は、 神戸夢風船の愛称があった。以前は神戸市都市整備校舎によって運営されていたが、2009年4月に神戸市が設備、施設等を取得し、PFI 事業として再整備し、2011年4月1日にリニューアルオープンした。現在は施設を神戸市が保有し、鉄道事業法上の許可は神戸リゾートサービスによって運営されている。 新神戸駅に直結された、ハーブその山ふもと駅と、ハーブ園山頂駅との間を結ぶ。海を望むロケーションと、布引きハーブ園への観光客輸送を目的として利用されている。途中、眼下に、布引きの滝や布引き五本松ダムなどが一望できる。開業以来、新神戸ロープウェイとして、 財団法人神戸市都市整備公社が運営してきたが、指定管理者制度の導入により、2006年4月1日から、山梨県でレジャー施設を運営する、清里ハイランドパーク株式会社神戸事業所に、布引きハーブ園の事業とともに運営された。しかし、慢性的な赤字は解消されず、同社への指定管理者契約が終了する2010年4月1日に、 神戸リゾートサービス株式会社に経営権が譲渡された。老朽化に伴い、2009年4月に神戸市が設備、施設等を取得し、PFI 事業として日本ケーブルグループが再整備を行うこととなった。2010年11月29日から2011年3月31日まで改修工事が行われ、同時に布引きハーブ園も休園し、改修工事を行った。 同年4月1日の改修工事後、これまでの新神戸ロープウェイから神戸布引きロープウェイに名称が変更されたほか、駅名や料金も変更された。冬季は9時30分17時、春、秋期は平日9時30分17時、土日祝日9時30分20時30分、夏季は9時30分20時30分に運行している。例外として、 元日には5時から運行を行う。これは、初日の出を見やすいスポットとして、布引きハーブへを利用する客への対応である。ハーブその山ふも駅台風の丘中間駅、ハーブ園山頂駅ハーブその山ふも駅、山陽新幹線、神戸市営地下鉄、西神山手線、北上急行電鉄北上線。ありがとうございます。